高浜町に鎮座する神社。大和朝廷の時代5世紀前後の頃、川内国継田村の豪族、杉田蓮、新鮮聖四六、には、吹田蓮一族が淀川を渡り、杉田村を起こした。これが、吹田の始まりである。当社は、その杉田蓮一族の氏神神社で、祖神の悲鳴命とその息子の天皇夫山命の二柱を祀ったのが起こりである。 社名の高浜とは、ス田の別名である。古代の行政区画で、ス田のほとんどは、三島郡に属する。大宝岩塩の大宝律令で、三島軍が、島上郡と、島下郡に分割されて、以降は、島下郡に属した。ス田の北隣で、同じ島下郡に属する福井村には、荒谷座、天照済玉神社が鎮座する。 高浜神社より古く4世紀後半に、ジ神天皇、慶光天皇の勅命により放祭、創建された。主神は、アマテラスコクテル彦天下名串玉、ハヤヒソン。この神は、高浜神社創建当時の主神と同じであることから、ハヤヒソンは、古代における、水田地域を含む三島軍の地主神であったようである。説明書杖に、水田村に似ざわり、 五図天皇かす明神を祀る。この諸三道人とす。また、明宗者とも言うとある。天平七年に、京起が、当社の西に、石浦神宮寺を創立し、浜野道と名付けると、当社はその鎮守者となり、五図天皇を勘定して、社名を浜の宮五図天皇者とする。また、清和天皇の上岸十一年、針間国広峰,峰,峰山の須佐能の大臣を、 山城国八坂里の地へ潜座させようと淀川を登ってくる途中で川が荒れ始めた。そのために近くの小島に越しを止めたところ、付近が薬病の難を免れたことにより里民が社殿を造営して、須佐能の大臣を誕生して祀ったが、後に高浜神社に合祀された。寒喜元年から県庁2年にかけて付近には藤原市の別邸がいくつか建築されたが、 中でも高浜神社のすぐ前に、大城大臣、西恩寺公教、西恩寺実主るしの水田山荘、水田殿が建てられると、人事元年には、神、堺かすが神社も混流されて付近は、流勢を誇った。県庁三年には、五佐賀上皇が水田殿に行行し、その際に当社にももう出て、来てみれば、千代もえぬべし、高浜の松に群れいる鶴の猛威と呼んでいる。 攻略2年、当社の西に、五国寺が建立され、当社はその鎮守者ともなる。天正年間に戦火に巻き込まれて社殿が消失するが、元那3年、水田の領主である旗本、竹中重貞と五市の橋本氏によって復興する。遠方6年には、上皇円満寺と五国寺が、高浜神社は一体どっちの鎮守者なのかをめぐって、訴訟を起こしたが、元禄2年に、 どっちの陳述者でもなく水田村の氏神であるとの自社奉行の判決が出ている。翌、元六三年、六雲土焼けによって社殿が消失するが、元六六年に現在の社殿が再建されている。明治五年、孫社に列すす。1907年には、新鮮兵白領とも新社に指定される。1908年、神境の孫社である神、堺かすが神社。 白山神社、大明神社、南町の勝負神社を合祀する。ありがとうございます。